おはようございます。塚原農園です。今日はこちら、アスパラナ菜花、神崎菜花、えー、わさび菜、オラボーナ、この4つの品種の種まきをしたいと思います。今日は代表でアスパラナの種まきを、えー、実際に、えー、こちらのポットに巻いていきたいと思います。その前に品種の特性ですね。こちらは、えー、見た目は菜の花、味はアスパラナということで、 はい、見た目は菜の花ですね。本当にこれはアスパラのような、えー、風味があります。とても美味しくて人気のある野菜ですね。はい、今巻くとまあ、年内の、えー、まあ、年末まで、えー、収穫がすることが可能です。でトンネルビニールアルをかけていただいたり、もしくはハウスなどをお持ちの方でしたら、盆防寒対策をしていただければ、えー、十分、えー、霜が降りても栽培することが可能です。 でこちら菜の花ですねこれも今種をまくと大体2ヶ月目で収穫が始まります、まあ、これはよく土手とかにも生えていますよね菜の花というものですねいろいろ品種があります年内に収穫をできるのもあれば冬を越して翌年の春に収穫をできるタイプもありますそしてこちらがわさび菜です えー、わさびのようにピリピリっとした辛、えー、みがあるものなんですねただわさび風味はありません大根の辛み成分はありますが大根のような、えー、香りですね色がとても綺麗ですでこうリーフレタスのような形をしているんですがチリチリチリっとしてですねすごく飾り付けにもいいです炒めておにぎりもいいですねちりめんじゃことか といいで,すで今まくと、まあ、11月のちょうど9月の大学11月の大学中下旬からですね収穫ができますでこちらは唐が立ったえつぼみを食べるものなんですがこれ葉っぱを食べますサニーレタスとかリーフレタスみたいなこう葉っぱが出てくるんですけれどもその出てきた外の葉っぱを順次大きくなったものからこう貝で収穫していく何度でも収穫ができるものです これも上手にやれば半年ぐらい栽培できますね。まあ、種まきからですねで。最後にこちらのラボーナです。郷土野菜ということですね。えこれはう今まくと翌春ですね。翌年の春に収穫が始まります。まあ、9月の下旬頃にまくとぐーっときて、まあ、翌年の、まあ、ちょうど桜が咲く一歩手前ぐらいですね。暖かくなってきて、鳥などが活発化してきたりすると、えー、この ちょっっと弱っていた、まあうーん、寒さでずっと耐えていたものがキャベツみたいに横に広がっていたものが真ん中から塔がブーッと出てきてそこへつぼみがちょんと出てるんですねそれを収穫して食べるようなものになりますノラボーナですこ。最近人気ですよねよくテレビ番組のノラボーナを使った料理とか出てきますね、まあ、埼玉県が多いんじゃないでしょうか で今回この種をまくのは私の方では128ケツセルトレイというものを使って種まきをしていきますちょっと画面動きますね、はいえー、こちらの奥に見えるものですねあれです128個穴が開いているものに私は種をまくんですけれどもまあ家庭菜園の方で開いたものをお持ちでしたら開いたものに種をまくようにしてくださいまた家庭菜園を始めたばかりで、えー こういったものです、ね、しかないよという方は、まあ、これでも十分栽培できます。これでしたら倍ドがたくさんありますので、えー、乾く、えー、乾いて変わらしてしまうリスクも減りますね。これは25マスのポットです。いろいろと6636、ね、マスポットとかもっと多い72マスとかでもいいです。まあ、お持ちのポットでしたらどんなものでも栽培ができます。今回は この1マスが縦横6センチぐらいのマス目になっている全部で縦横3 0ンチの,この25マスを使って種をまいていきます画面動きます、えー、使う培土なんですけれどもこれ畑の土でもこの菜花に関しては畑の土とかでも十分いいと思いますもう今の時期になればそんなに暑くなりませんよね今回はいつもと同じようにこの 種まきバイドというものを使わせていただきますこれは袋にも同じような名前でも同じ全く同じ資材でもそれぞれ個体差があるんですね水分が最初からたくさん入っているものもあればちょっと乾き気味のものもありますほんのわずかに穴が開いている時もありますのでそういったとこから水分が抜けてしまうもしくは過剰に湿りすぎてしまっているものとかいろいろあるんですね でその時に使う詰める前に一回何かとろ舟とか、えー、ブルーシートなど広げていただいてこう軽く握ってくださいで離した時にこのように感じに団子状でちょっと指で触るとボロボロって崩れる程度このぐらいが理想ですであまりにも乾燥して握ってもこうボロボロっとすぐに崩れてしまうようであれば水をちょこっとずつ足してよくこうか拌してでこのぐらいの 水分量にしてから使うようにしてください。はい、それではこのポットに詰めていきましょう。はい、今25マスのポット。 二つ並べてあります。いいですね。ここ真ん中は分かれてます。二つ巻くときはくっつけてやった方がやりやすいですね。で軽くこう詰めていきましょう。この指先と手のひらのこのあたりを使ってこう押し広げていきます。ギュッとやるのではなくて軽くちょっと中に詰める気持ち詰める程度でやっていきましょう。 詰め終わりました。で、あとはこのバイドが、えー、表面に乗っかっていると、この枠ポットの枠十字がありますね。これがきちんと見えるように手で余分なものはすり切り落としていきます。はい、えー、これで完成です。で、あとはこのポットを詰め、えー、バイドを詰めたときに下の はい、このような硬いこれセルトレイの下に引く育苗箱と呼ばれるものなんですけれどもこれは持ち運びが便利なようにお盆みたいになってます、はい、で、えー、ここの上にバイドが乗っていると、えー、ここで雑菌が増えたり、えー、してしまうことがありますので別のものに、えー、用意してくださいこれを移し替えるもしくはきれいに取り除いてからやる方がいいですね これで完成です。バイドが詰め終わりました。あとはだいたい深さ1センチの穴を開けていきましょう。ね、またマジックペンなどがあれば、えー、それでちょんちょんちょんとやってもいいですね。じゃ今回人差し指を使って第一関節ぐらいまで軽くちょんちょんちょんと指でこのマスの中央に穴を開けていきます。 はい、穴開けが完了しましたじゃあ次は種をまいていきましょうじゃあ今回はこのアスパラ菜を使って種まきをしていきますこれ安いですね1袋2三百3 0 0円ですねでだいたいおよそまけるうん本数が250本と間引き前ですね これはチューラム処理ししててあありりまますす。ね。消毒発芽率は85%ですね。発芽率いいですね。これ好きで20年ぐらい前からこれ栽培していますがほんとおいしいです。毎年ちょこっと自宅で食べる分にですね、また近所の方にお配りする分にいつも栽培しているんですがほんのちょっとあると便利です。 入りますね、はい、でもし余った場合はえポット育苗しつつ空いている畑の脇などにばらまいて軽く冷気などでならしておけば自然に発芽することもありますので、えー、また種を取っといて翌年に使うのもいいですね、はい、中の種はこんな感じです それではこのポットの穴を開けたところ一つの穴に対して大体23流ですねちょっと多めの方がいいと思います後で間引きすればいいだけですからねはいタ、えー、まきが終わりました 大体このぐらい残りましたね、はい、じゃあ次はこちら種が巻き終わりましたので今度は副土をしていきましょう副土作業というものはこの種を撒いた後上に土をかぶせる作業のことは副土と言いますこの副土も先ほど使ったこのバイドを上に使っても十分できますただより発芽を安定させるためにいろんなものがあります 今回はこちらバーミキュライトを使っていきましょうこれは高温で石を焼いたものになりますとてもキラキラしてますねすごく軽いです保水性があるんですねこれ水を与えると4倍にも膨張して乾燥防止につながりますのでとても手軽に苗を作ることができますこれを上に振っていきます 感じですね、で大体先ほどのバイドが黒っぽかったと思うんですがこの黒っぽいのがなくなる程度1マスに対してお茶碗ん1杯分ぐらいの量で大丈夫だと思います、はい、でこれで復土作業が終わりましたので、えー、次は水を与える水やり乾水作業を行います乾、はい、水をやるときは一度にたくさん 水を与えるようにするのではなくて何度かに分けて与えていきましょうで,できればシャワーノズルなどを使っていただいて与えた方がいいですはい今さーっと上げましたでここで数秒間待ってください 今与えた水分がこのバイドの中、隙間を伝って下に浸透していってます。ゆっくりゆっくりじわりじわりと、このバイドの中に含まれているピートモス、パーミキュライト、ゼオライトなどに水分を含みつつ、余ったものが下にゆっくりと下がっていくんですね。で一回たっぷりと与えただけで終わらせてしまうと、えー、これで、 上は湿っていますが、下だけが乾燥しているとえ。このようなことを繰り返してしまうと、カッチカチになってしまうんですね。今度は逆に水を吸い込まずに弾いてしまう。このポットの中の縁を、中を伝って、ずーっとですね、下に抜けちゃうんですね。何回水を与えても、このバイドに湿らないという方もいらっしゃるということで、何回かに分けて、 湿らせるようにしてみてくださいじゃあもう一度やります、はい、こんな感じで優しい感じですねシャワーをしていきますで少し経って水がちょっとこの隙間にのっかっていますのである程度落ち着いたら まあ1分か2分したら水が大体いい余分なものが落ちきりますその時に一旦両手でこのポットを肉び箱を持ち上げるんですね大体いいこのぐらいが水分たっぷり入っているんだなぁとなんとなく体でイメージで覚えておきますで今後の管理で、えー、まあ発芽するまで極端に水を今度はですね変えていきますうん夏場はたっぷりと朝一回水を与えるということをしましたけれども もう真夏の時期もも終わりましたもうだいぶ涼しくなってきましたね。で今から種をまくものに関しては毎朝たっぷりと水を与えすぎてしまうと今度発芽した時に腐ってしまうことがあります。でこれもんやっぱり持った時ですね。持った時に極端に軽いともうそれではもう乾燥して水不足になってしまいますので根っこが腐ってしまうんですね。根っっこに逆にに逆乾燥によって 干からびてしまうこのバイドの中でで逆に水が多すぎてもこの酸欠で根っこが腐ってしまうことがありますで大体この最初持っていただいた時の感覚を覚えてあなんかこれ軽すぎるなと思った時にもう一回たっぷりと与えるとで今後の育苗管理はうん大体そうですね2日3日おきに一回水を与える程度でいいと思いますでさっとですね で、さっと与えるんですけれどもでも下までちゃんと湿らせて、はい、ないといけないとでも毎回湿っていても根腐りにつながってしまうとちょっと難しいかもしれませんが、はい、まず種をまいた当日はたっぷりと与えるようにしてください大体いいこの絵で放置しておけばもう発芽をしますで発芽が揃ってから乾水してもいいですね でもこれ地域によったり、またこれがです、ね、台風が過ぎ去った後にカッと日が、ねえー、つ日照が続いて30度にもしかしたらなるかもしれませんね。真夏に逆戻りと。そんなような時は、えー、これまた持ってみて乾燥が激しくて軽い場合は翌日にやってもいいです。それは臨機応変にやっていきましょう。与えすぎもよくありません。過失になって、根腐れにつながってしまいます。でこれを育管理ですね じゃあどういったところで苗を育てていけばいいのかということですねもちろん台風などが来た時は雨が直接当たらないところに置くのが一番いいですで直射日光が朝から夕方まできちんと当たるような日当たりのいいところに置きましょうでなるべく平らにしてくださいこうちょこっとでも傾いていると高い方は乾燥しやすいです 水は高いところから重力の差で低いところに行きますのでこう斜めにしておくと発芽がムラになってしまうんですね、はい、であとは風通しのいいところです風通しがいいところで苗を育てればそれだけ病気の発生のリスクも少なくなります、はい、ということで今日はこちら、えー、まあ菜の花関係の種まきになりますけれども 今今回これ今種をまいた寒く極端に寒くなってしまって収穫ができなくなっちゃったまだちっちゃいなという方は畑で栽培する方でしたらトンネルの支柱を立てていただいてでビニールをかけていただければ防寒対策をしていただければ寒い冬でも収穫がすることができます。はい、じゃあ今日はここで、えー 種まき動画ですね、えー、菜の花関係の種まき動画を終わらせていただきますまたわ、えー、からないことありましたらコメントお待ちしております今日の動画いいと思われ方高評価ボタンをまたチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いします